じゃあ頂上山荘行きますか。はい、頂上山荘。ねえ、残念だね、こっち側が。ね、対照的ですね。これね、本当に八ヶ岳を挟んでね、天気が変わるのがよくわかるよね。今僕たちはですね、八ヶ岳最高峰、赤岳の山頂直下にいます。大変気分がいいです。あれが展望層だね。近い横だけお休みしましょう。ああ、こんにちは。あ、ここに泊まったんですか？あ、高専泊まったんだ。
桃。コケモモ。コケモモ。ほらなっちゃん。小さなバイキングを思い出すね。うん。一気が見えた。めちゃくちゃうまい。9時55分。ああ、今度はね、横岳の方向かってきますね。とりあえず下の展望層に向かって降りてきます。よいしょ。危ないルートで、いやーすごい稜線。うわーっつったとこ歩いてんだよ。おお、近くなってきた。あそこ赤岳頂上山荘、あそこでちょっと軽いうたた寝をしたんですけど、そこからね、こう大下りというか下ってきて、あそこが展望層ですね。展望層あと 2,300m くらいかな。いや、なかなか下りがいがあるですね、坂でありましたね。あれはあれで面白いね。で、行者小屋、光線、いい絵だねこれね。はい、展望層です。
カーバス。ブカーバス。展望層を出てですね、地蔵の頭かな。次は行ってみましょう。から見上げててね、あんなとこ歩けんかなって思ってるだろう。横だけ。お地蔵さんだ。はい、お地蔵さん。これは地蔵尾根ですね。急勾配一気にあそこまで降ります。